はい、全国1億2000万人の東京オリンピックファンの皆様こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日はペンタックス SP ですね。前回1964年の東京オリンピック開催の年に発売されたカメラです。まあそんなことは皆さんご存知ですよね。なんてったってかの有名なポールさんやジョンさん、そしてこちらも、まあ、とても有名な指揮者の方、皆さん来日した時にこぞってこのペンタックス SP を買い求めたそうです。はい、私の手元にはペンタックス SP が2台あります。1台は 55mmF1.8、 そしてもう1台の方には 120mm の F2.8 のレンズを今日はつけてます。このくらいの有名なカメラになれば皆さんも当然ご存知でしょうから、細かい説明はしません。なのでちょっとね、取説を見ないとわからない部分とか、あとちょっとした裏技とか便利な使い方を紹介したいと思います。はい、 SP は小刻み巻き上げも OK ですね。これ結構使えますよね。そしてシャッタースピードが30分の1と15分の1の時のみ、シャッターを切った後にシャリンと音がするそうです。聞こえますかね。そうですね、8分の1秒の時はしませんね。15分の1秒の時はしてますね。取説にはこの音は30分の1、15分の1秒の時は高級なシャッター機構が使われてるとのことです。多分スローガバナーのことだと思います。そしてこのセルフタイマー、古いカメラは結構このセルフタイマーが機能しないものも多いです。はい、 OK 牧場。よくね、 SP のセルフタイマーは壊れていても仕方がない、古いんだからとおっしゃる方もいらっしゃいますが、私はそうは思いません。セルフタイマーが調子悪ければ必ずスローシャッターにも影響してくるでしょうし、何より自分がも使っている持っているカメラが壊れてるって気分良くないですよね。これからペンタックス SP を購入してみよう、使ってみようっていう方はもう必ずこのセルフタイマーとかきちんと動作しているものを選んでください。そんなに高くないと思います。プラス1度の指導調整アイピースはお約束です。そしてアクセサリークリップも取っちまいましょう。この358万台で始まる SP の方にはこの露出系のスイッチに窓がついてます。露出系をオンにすると赤く表示される窓ですね。でもこの434万台から始まる方の SP には露出系のスイッチの窓がついてないんです。オーバーホールされた時に SPF のスイッチと交換されたんですかね。それか SP2 のスイッチなのかもしれません。その辺ちょっと定かじゃないです。外観の紹介はこんなもんですかね。次はファインダー内の情報を映してみたいと思います。ファインダーを覗くとこんな感じです。まずピントを合わせて、露出系をオンにします。露出を合わせてシャッターを切る。
シャッターを切ると自動的に露出系はオフになります。そしてここからが、もうちょっと丁寧な撮影の仕方、ピントを合わせて露出を決めます。そしたらもう露出系をオフにしてしまいます。その後もう一度ピントを合わせてシャッターを切る。もう一度露出を合わせてしまえば、構図を変えなければそのままの露出で OK ですので、露出系のスイッチを切って丁寧にピントを合わせてシャッターを切る、こういう使い方もできると思います。 SP は絞り込み速攻ですから、ファインダーが暗くなっちゃうとピントが合わせづらいですよね。なのでこういう使い方もありだと思います。てかファインダーの中汚れてますね。ペンタプリズム外して掃除をしたいとこですが、ちょっといきなりバラすのは怖いので買っちゃいました。ハードオフで1100円、いわゆる一つの11ドフってやつです。後日になりますが、この11ドフの SP を分解してみて、そしてファインダー内とかどういう風になっているかを確認してから、この私のペンタックス SP をバラしたいと思います。てか11ドフの割には全然これも使えますね。高級なシャッター機構も生きてます。小刻み巻き上げも全然使えますし、セルフタイマーも動きますね。これはこれで全然使えます。 OK 牧場、なんかバラしてドナーにするのがもったいないんですけど。はい、こちらは 50mm の F4 マクロレンズです。珍しいですよね。新しく来たドナーの子にはこのレンズをつけておきましょう。てかこの子なんですけど、電池入れたら普通に露出系も動きました。マジで普通に使えますね。バラして綺麗にできたら、この子も私のコレクションにしちまいましょう。はい、次は電池ですね。ペンタックス SP は露出系用として 1.3V の水銀電池が使われてました。ただもう水銀電池は手に入りません。なので今は SR41 あるいは LR41 を電池アダプターを介して使用するわけなんですが、この電池アダプターって何気に高いんですよ。1個1500円ぐらいしますからね。なのでホームセンターとかで売っているゴム製の O-ringをアダプター代わりに使っちまいましょう。これですね。要は電池が動かなければいいんです。ちなみに SR41 も LR41 も 1.5V ですが、ペンタックス SP の露出系は電流系なので 1.5V でも 1.3V の水銀電池と同じ露出を表示してくれるので大丈夫です。露出オーバーになったりしませんので安心してください。はい、使ったオーリングはこちらですね。電池はプラス側がボディ側、マイナスの方が電池ボックスの蓋側になりますね。向き間違えないでくださいね。向き間違えても露出系の針が逆に動くだけで壊れたりしませんから安心してください。ということで今日はみんな大好きペンタックス SP の紹介でした。またねー。
楽しい自転車